入口先生省歴史博物館は中国先生省西安志願東区にある歴史博物館である。開館1983年より建設が始まり、1991年6月20日に開館した。歴史上代より慶長とされた海洋軍及び長安城は今日先生省の館中地区にあたる。伊水のほとりは春秋の昔から、 史上豊かな層別の歌に読まれ、十三もの古代、王朝の都の城が存在した。後世、西安解明を余儀なくされながらも、明の時代に、新王府と城壁が整備され、新の末期には、皇室の安在所に用いられるなど、戦略的な地位は、過労じて保っている。漢蔵、旗はじめ皇帝陵、唐代の帝王にまつわるお墓からの出土品や、全館に始まる。 本格的な生活品の陶器など、展示品の質、量ともに、中国国内有数の所蔵を誇る。東大伝来の壁画の人物像、楽器、瑠璃、ガラス製品などの宮廷用品にシルクロードの終点を見ることもできよう。大岩島、小岩島、比林と並ぶ西安市内観光のトップスポットといって、よく地方の博物館からの拝借リクエストも多岐にわたる。 場外の半端博物館と共に、開館した当初は、雰囲気も、久遠の昔に浸るのに最適であった。ちなみに、小レベルの歴史民族博物館で匹敵する、外見のユニークさを持つと言えるのは、スケールが、はるかに小さい上海博物館。交通最寄り駅は、西安地下鉄2号線の詳細駅。ありがとうございます。